お控えなすって、どうも、目玉くんことホーマー翔吾です。本日はですね、こちら、歌手そして、日本舞踊の、先生でございます、コウスケさんに、ゲストで、僕は来てるけど来ていただいております。はい、今日はね、一つこう自分のこう目玉チャレンジということで、コウスケ先生に日本舞踊を、体験させていただきました。まだその内容はね、まだちょっと、秘密にしといて、いつかこうステージでね披露できるようにしたいなと思います。コウスケさん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ちょっともしよければ自己紹介もしやってもらっても大丈夫ですか。はい、はい、皆様どうも、よろしくお願いいたします。コウスケと申します。僕はですね、約10年前に、罪の川という曲で、おかげさまでデビューさせて、いただきました。そこからですね、2018年に、片岡流というのを創立いたしまして、まあ、日本舞踊、新舞踊も、今指導をしているところでございます。それで今日は、目玉くんにも今日は来ていただいて、ちょっとこうまだ秘密だそうですけど、ちょっとやりたいということでございまして、今日ね、はい、来ていただきました。よろしくお願いいたします。します。僕ちょっと日本舞踊って僕本当にやったことなかったんですけど、はい、コウスケさんとはこうコラボでね、見させていただいたりしてたんですけど、実際こう自分が体験させてもらうと、結構体幹を使うというか、はい、動きは結構こう、なんていうんですかね、中腰もう腰をね落としてね、はい、あれ結構運動になったりするなと思ったんですけど、はい、やっぱり健康でやられてる方も生徒さんにはいらっしゃるんですか。そうですね、健康のためにやってる方もいて、はい、っていうのはどっちかというとこう日本の踊りの場合はこう重心を下へ下へやるんです、はい、で西洋の踊りっていうのはどっちかというと、バレエみたいにこうつま先で立ったりとか、はい、上の方、そうそこがまだ違うところなんですけど、はい、こうやっぱりこう結構下半身を鍛えられるから、はい、足腰もやっぱり鍛えられるので、なるほど、本当健康のためにとか、はい、やってる方もいらっしゃいますね。生徒の、方々にもこうお会いさせていただいて、いろいろお話聞いたんですけども、すごい皆さん楽しそうに、結構結構僕はスパルタかなと思ったんですけど、意外とこうフレンドリーな感じ、休み時間はこうお茶というかね、休憩時間もあって、なんかその間にこういろんな話をされてて、ちょっと LINE のやり取りはスパルタで行きますとか言われるからちょっとビビってたんですけど、すごい体験させてもらって楽しかったです。ありがとうございます。音はちょっと出さないんですけど、ちょっと習ってるところもちょっと見ていただきたいなと思うので、よければ見てください。どうぞ。はい、こう男なので、はい、腰を折って、そう、それでスーッと下手から出てくる。下手左。下手、右か。右。はい。そう。今回は、はい、こう舞台の袖があって、はい、そこからスーッと擦り足。それで足をこういうふうに、はい、で右足を、はい、下げて、はい、でこのまま座ります。はい、こっち、うん、そう、はい、それでもうちょっとこう割った方がいい。そう、はい、で開けて、はい、こう槍を握って、槍を握って、はい、そう。で、それをポンと、うん、で、ちょんこう、そうそれで、手を今ね、はい、こうなってるから、はい、伸ばす、そう、はい、で、体をなぞっていって、ちょんそう、それで、センスをすぼめます。あ、今の動きって、はい、こんな感じ。これをこのまんま、あ、はい、そう、すぼめます。すぼめます。そうで、チョン
チョン。で、こう槍にするか。槍にする。これもう一回チョン。チョン。槍にする。で、これを回します。回す。回して、このまんま一本の線にするの。一本の線にする。で、うん、槍ですか、これ。そう、一回引いて、はい、足をトーンとやって、スッ。スッ。そう。そう。それで、はい、右足を引いて、回ります。回ります。そう。それで、また開く。そう。はい、やって、で、構えて、右足を出して、で、これで三つ首をするんですけど、はい、1、2、3、そう、ここまでが、ここ全然できる。やったー、ちょっと得したいです。そう、ちょっと歌と一緒にこう、アカペラでもいいんでやってみて。あ、じゃあ、音かけようか。あ、あるんですか。音あるわ。あ、本当ですか。 ありがとうございます。すいません。はい、ちょっと、でもこれ一回ね、ちょっと、録音するんで、はい、録音してくるんで。あ、ありがとうございます。ちょっと、ちょっと、しっかり覚えて、舞台でちょっとできるようになりたいですね。あー、いいですね。1曲、2曲は、こうできたら面白いかな。めっちゃ割れてる。めっちゃ割れてますね。これでいい。ありがとうございます。大丈夫大丈夫です。でもまだ覚えられないです。じゃあもう一回。あ、お願いします。見ていただきありがとうございます。なんかこうちょっと僕、はい、自粛期間中に、はい、かなりちょっと増量しておりまして、体重をなんですかね、ずっとこう家にいて、やっぱりこう運動というかね、はい、させてもらって、すごいリフレッシュにもなりました。なんかコウスケさんのこう日本舞踊、ぜひなんかこう皆様にも体験してもらいたいなと思うんですけど、どうやったら、来れますかね。あ、はい、はい、僕はですね、はい、読売カルチャーの錦糸町と、はい、あと柏、はい、あと横浜でやっておりまして、はい、あとは浦安の教室もやっております。はいはい、ですね、まあ、ちょっと日にちはまたいろんな日があるんですけれども、はい、まあ、大体はお昼間に、やっています。はい、まあ、大体1時間か2時間グループレッスンで、まあ、やっているわけでございますけれども、はい、まあ、本当にお気軽に日本舞踊を、まあ、習っていただいて、そしてこう、はい、やっぱりこう着物っていうこういう、まあ、日本のこう伝統的なこの文化をやっぱ親しんでいただきたいなと思います。だから本当もう着物を着るだけでもですね、本当に非日常的で、まだそういうのもまだ趣味の一つにしていただければなと思っております。すごい、日本舞踊って
こう本当にこうこうお稽古の時からもう皆様着物なんですね。そうですね。なんかすごいそこがまたそう新鮮と言いますか、はい、なかなかこう日本人だけど着物姿って見慣れないじゃないですか。あ、そうですね。だからなんかこうそういう意味でもとっても今日は新鮮でございました。あ、いえ、こちらこそすごい楽しかったです。ありがとうございますありがとうございます。今日は日本舞踊の体験させていただいたんですけど、こうすけさんとは、まあ、友人で先輩でもございますが、また今後ともコラボいろいろこうさせていただきたいなと。はい、はい、こうすけさんの YouTube の URL、はい、YouTube の方も概要欄の方に貼っておきますので、ぜひ、今やられているのが Twitter、Facebook、Instagram、インスタ、はい、そして YouTube ですね、はい、ぜひ皆様チェックよろしくお願いいたします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ一回ちょっとさらいといて払ってから。